こんにちは、トレジャーズです。今日はですね、ベイサイドストアを、皆さんにご紹介しようと思って来てみました。1ヶ月前ぐらいかな、あのレイサイドストア見たいっていうリクエストをコメントでいただいたので、うん、まあ他のお店で売ってないもの結構売ってたりするね。そうやな、あとはまあ日本のものもちょこちょこ、うん、やっぱり他のストアで見かけないものを売ってたりとか。そうやな、雑貨がね、うん、まあ売ってたりとかするお店です。じゃあ行こうか。行きましょう。はい、まあ、チューク飲み水どうしてるんですかって聞かれるけど、まあ、生活はね、家で溜めた雨水なんで、うん、飲み水はこういう風にガロンで、何ガロンだろう、5ガロン、うん、2ドル、だいたい2ドルぐらい、うん、で売ってるのを買って、これで飲んでます。これなんかあれやろ、シャボン玉やろ。うん、お、ドラえもんおるで。せやな。これウルトラマンちゃん。せやな、ハローキティちゃんけ、この。あ、ほんまや、キティちゃん、ほんまか。なんかイースターが近いからかな、こう卵型のさ、うん、なんかこうケースとかをいっぱい売ってるね。あ、集めていくんじゃない。なるほどななるほどな、あ、お特殊警棒みたいな。なあ、警棒、特殊警棒。さ、このお店で売ってるさ、こういう南国柄のさ、うん、バッグとかさ、お財布とかすごい好きなんで、こういう柄が好きだから。おはようございます。あ、おはようございます。ダグラスです。ハッピーサンデー。そう、日曜日やってるっていうのがね。そうやな、うん、他のお店基本的に中古は日曜日休みだから、日曜日やってるお店って貴重なんですよ。すごい、もう全部イースターのケースだ。え、これ95ドルもすんの。ほんまやな、すごい高い。iPad やで、サムソンのスマホ。私さ、そっち側のさ、うん、ヘッドホンあるじゃん、それがさ、ずっとさ、かわいいな、かわいいなって思ってるんだけど、めっちゃ高いのよね。うわ、すっごい高いや、250ドルや。これなんだろう、この仮面舞踏会でもやってんのかな、どっかのハイソな人たちが。シャネルやで。え、これってシャネルじゃなかったっけ。シャネル装飾品。もうすごい置いてるよね。高いな、うん、あ、ほんまや、これとか500ドルとかするよ、ピアス。あ、うん、850ドルやで。え、800、ほんまや。そのブレスレットなんか1000ドルやで。ほんまや。別行やろ。別行な、綺麗よね。日本には持って帰れませんが。そうやな、うん、わぁ、好き。クレープ屋さんないかな。あったらないやん。クレープ屋さんのキッチンカーの動画よく見てるからさ。あ、立つよ、ほら。おだからなんやねん、ほら、アクリル。これなん、これ多分静観剤と思うんだよね。あ、脇の下にピューって塗ったりするやつ。あのリップクリームみたいに出してさ。あ、なるほど、なるほど。あとは香水な。あ、やっぱみんな使うよな、こういう。これは香水やで、上は。これ香水なんや。うん、下はボディクリーム。これはん、マニキュア。あ、これマニキュア。うん、なんかさ、数年前まではあんまりマニキュア持ってなかったし。そうやな、なんせさ、除光液がなかったのよ。でもさ、除光液って日本からも送れないしさ、危険物だから、すごい困ってたんだよね。チチボーロみたいなやつ。卵ボーロじゃなくて。そうだっけ。チチボーロって。チチボーロちゃうかったっけ。キャンドル。まあ、あの電気ないことも。いや、ほんまな。あるので。あ、ケイスケさんも買っといた。ほんま一個コードが流れな。こういうやつな。これは蚊取り線香ですね。で、マッチ。
なぜかこっちの人はライターよりもマッチをよう使いますね。タバコ吸うときとか。なんでだろうね。貸して貸して言われてなくなるからじゃない、あの誰かに持ってかれちゃうからじゃん。あ、お手元や。お手元。あ、本当だ。日本のやつかな。割り箸いっぱい。これも日本のやつ。ペーパー。ほんま日本のもん多いよな。だってもう見てみーさ。満場本みりん。これだってヤマサだし。うん。キムチの素。桃屋。これも日本のやつでしょ。竹林。麦や。キムチ好きだもんね、中国の人ね。そうやな、キムチ味にするもんな、あの、うん、たくあんとか。あ、そうだね、うん、うん。すき焼きソースやで。割り下。多分こういうのであのレストランのカツ丼とかさ、うんうんうん、親子丼のタレとかこれちゃうかな思うんですが。なるほどね。 USB のカレー高いよね、ふりかけ食べたいけど。ふりかけは結構するよ な、 なこれ4ドル50だよ、これが。そうですね、日本でも2本やったら何個ぐらいですか。ダイソーとかで売ってそうじゃない。あ、そう、うん、ま、あの このメーカーじゃなくてもね、この量で。米酢な、うん、この間買ったやつな、うん、寿司作る時にな。あと切り餅な、これ。これは何、ゆで小豆。だこれがおしるこなんじゃない。中国人もおしるこ食べるでしょ。あ、そうやな、うん、おしるこセットなんでしょ。多分そのために並べて売ってると思うんだよね。ああ、なるほどな、うん、味の素やで。これがなきゃ始まらない。缶詰コーナー。まあここ一般的だね。これこれ食べられん。これもここしかない。え、佐藤のご飯。え、知らんかった。知らんかった。え、うっそ、佐藤のご飯が売ってんのよ。へえ、こんなもん普通にレンチンして食ったらめっちゃうまいんじゃん。そうやな、美味しいで。日本の米だもんな、うん、ふりかけかけて食ってみよう。うわー、でも誰で今日ご飯食べてないからもうめっちゃ。あ、これもな。あれ、ケンスケさんこれだけ飲んでんの。じゃあ俺はこっちや。こっちか、うん、UCC だ。おう、コーヒー、そのインスタントコーヒーでもこの外国のやつあるやんか、うん、全然こう味ちゃうからな。あー、マシやろな。おう、でっか、見て、ピーナッツバターよ。すごいでかいね。そやな。あと外国アメリカンな感じのこのピーナッツバターとジャムの。なんやったっけ、ピーナッツバタージェリー。やっぱりピーナッツバターだけやったら甘さが足りひんからやろな。そやな、カロリー爆弾な。おこれあのブルーラグーンのさ、あのランチでサンドイッチであるよ、ピーナッツバタージェリーサンドイッチ。あ、そう、ランチボックスで。へえ。あとなんだろう、ワンホールチキンだって。え、まるまる1匹入ってるってこと。そういうことじゃん。でもすんげえ液体だよ。そりゃ油に使ってんやろ多分。これでほんまにワンホールチキンやったら、あ、チキンだ。え、すごない。すごいわ。え、こんな缶詰あるんだな。あ、日本のパン粉が売ってます。まあこの辺は日用品か。おむつ、そうやね、おむつ、生理用品、シャンプー、石鹸などなど。カップヌードル外国版ビーフ味か。ビーフ、ん、ちゃう、ブラロって何。ビーフはビーフであるんだから。ほんまやな、ブラロって何。でも牛マークやな。なあ、これって普通味濃いね。シュリンプって書いてあるんだ。あ、シュリンプ、じゃあブラチキン味。あ、やべえ、来た、ケイスケさんゾーンパート2、ハリボー。でもな、めっさ溶けてんね。全部くっついてんね。ほんまやな、これも。これほんま食われへんかったからな、くっついてて。あ、そう、うん、もう袋にもくっついてるしよ。あ、わ、なんやろこれ、バブルガムだって。スイカ味のめっちゃでかいな。スイカ好き。バラ売りしてないんかな。あ、もしかしたらレジンとかあるかも、ね、あ、 あったら買いたいけど。バラ売りしてたら買おう。よくある。これなんかちょこちょこ売ってるよな。これ結構どのストアでも売ってんじゃない。なあ、うん、これも昔懐かしっぽい。あ、これな、うん、これも日本のやつだもんね。マルカ、マルカは。あ、これでも売ってる。石鹸
なんだけど、これミクロネシアのオリジナルのやつなんだよね。こういうのもっとさ、お土産で売ったらいいのにね。ああ、まあ確かに。そんなに高くないしさ、160。え、安いな。買ってみようかな。どれにしよう、匂い。あ、これはちょっと甘い。これか、これ。これかな。ミクロネシアのやつ言って、どこで作ってるの？ポンペイって書いてあるね。ココナッツオイルを使ってるココナッツ石鹸なんでね、これが。あ、これいい匂い、これにしよう。ジュースコーナー、スタバやで。スターバックスが中古へ。あ、日本の。これ美味しそう。贅沢果実、ぶどう味。そんなん初めて見た気すんな。うん、せやな。あ、日本じゃないこれ。え、日本語じゃんね。台湾。へえ。はあ。日本のかと思った。あとはまあらっきょう。あ。いなり寿司。あ、味噌だ。味噌はさすがに乗ってんじゃん。22年6月。お、全然いけるよ。ほんまやな。かな。この辺は定番のスナック。トゥーダラ。トゥーダラ。あ、でも買っちゃおう。何買おう。スライム。何使うね。そんな触って遊ぶって。スライム動画も好きだから。これ買うわ。おう。うわ、何色にしよう。うわ、迷うね。いや、迷う。俺全然迷わへんし、もともといらんからな、これ。これさ見て、中にエイリアン入ってる。え、入ってる？入ってるよ、ほら。あ、ほんまや。エイリアン入ってるわ。赤にしよう。スイカのガム売ってた。顔。こんにゃくゼリーだ。え、なんか期間限定って書いてあると買いたくなるね。ハイチュウ。3種類入ってるのって。多分彼が言ってこの人が言ってくれたって。Thank you。Thank you。行きましょうか。 Thank you。 Thank you。 Thank you。 エイリアン入りスライム開けていい？開けろよ。スライム全然伸びない。スライムちゃう。私ちぎれたぞ。私がいつも YouTube で見てるスライム違う。それくっつくの？それちぎれて、え、くっつかへんわ。スライムってそんなんやったっけ？ちゃう。あ、もうあかんやん。え、くっつかないのかな。あれ、なんかこれゼリー、ゼリー。何それ。ジュ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 。なんかもうちゃうねん、スライムちゃうねん。これおっぱいついてるけど。そのもめ女性なんやろ。メスか。あ、くっついたやん。くっついたな。あ、くっついた。あ、しゃけどあんまり粘りがないよな。そうそうそう。普通はさ、なんかこうミョンってなる。なるな。いくよ。うん、ゼリーや。思ってたんと違った。以上、レイサイドでした。終わりです。バイバーイ。